今もうね、令和の初日の23時38分になりまして、初日長えの意外と。でも俺半年前から初日を気にしてたから、絶対その気分になろうと思ったのになかなかなれなかったんで、この動画を撮ることで、まあ、平成の感謝と令和の抱負を撮ることで、なんかその令和の初日の気分を残しておきたいなっていうのがまず1個目の目的なんですけど、その中に雑談を挟んできたなという5分ぐらいの動画にしようかなと思ってるんですけど、まあ、まず最初にさ、今日の雑談から始めましょうかね。そうするといいんですね。まず令和になった瞬間に、なんと奇跡的な奇跡が起きまして、オーバークック2の元店長、元バイトでやらせてもらっている動画の撮影ができるアポイントメントが取れまして、夜中会うことができたんですね。でせっかくでカウントダウン見ようと言って、でカウントダウン見てたのをスマホで録画してたら、録画できてなくて、カウントダウン終了して行く時代来る時代の時におめでとうございましたでストップボタンを押した時にスマホの録画開始になる時ない、あれから始まってます。今年じゃないこの時代で、そこからまあ気を取り直してオーバークックをやるんですけれども、オーバークックの時も泥酔してましてさ、相方の方が元バイトと呼んでる人なんですけど、もうなんか機嫌も悪いし動きも悪いんで、そのまま帰って、でまあなんとかそれで続きやらせてもらうってことで、今日っていうかまあ同じ日なんですけれども、今日の夜にもう一度先ほどやってきて、その動画をアップします、この前にアップしますけれども、めちゃくちゃ機嫌悪いっていう、そういう始まり、まあ、なんか令和っぽくないんですよ、初日っぽくないんですよ。昼といえばさ、昼はといえばさ、いとこがPS4 の、コントローラー貸してくれって来たんですけど、いつにしようかってたまたま今日なったんですよ。で会うまでは令和の初日やなと思ってたけど、会った時忘れててしまってさ、でカップヘッドを勧められてたんで、スイッチ持ってきてって言って、俺カップヘッド初めてやらせてもらってめちゃくちゃ難しい動画上げました。だからその後何しようって言って、俺全然動かせないからって言ったら、まあスマブラとかも経由してオーバークック2やってるんでしょってなって、まあ、チャンネル登録もしてくれてるから、そっちやって、そっちはいとこの方が初多分初見やったんですよね。だからお互い初見をやり合うみたいな動画が2つ撮れたんですけど、そこに無理やり令和だからって書いたんですけど、本当は令和って忘れててあってます。すいません。スイッチの本体の電源切って帰るときに、テレビ映るじゃないですか。その時に、あ、令和の初日やったって思い出したっていうのを無理やりその動画のタイトルにしてみるものの、令和っぽくはなってないですよね。で、そんなことがありながら、この任天堂のホームページ来るとさ、たまに時期的なことがあるでさ、令和なんかなと思って来たけど、全然令和っぽくないんですよね。で、ここ東京オリンピックとか見えたで、これ何かって思って見たら、マリオのソニックのやつ出るじゃないですか、いつもオリンピック。あれじゃないんですよね、多分これ。綺麗になんか東京オリンピック公式って書いてあって、これはもう、あれですよね、人になってるしさ、だから、令和って30年に一度っていうか、30年に一度じゃないけど、平成が令和になるって言ってるよりも前のやつじゃないですか、東京オリンピックの前の東京だから、これはちょっと記念的にやってきて、でもそれは令和の2年の話やしなとか思いながら、うーんと思ってましたね。そのいとこ話飛び飛びやな。いとことね、ゲームしてる時もさ、フレンド申請が来たんですよ。でフレンド来てくれたんですよ、多分令和一発目で、それ録画されてるけど、俺全然最近フレンド申請の答えができてないの、ごめんなさい。それはスイッチのカンスト、300人しかフレンド持てないというカンストがあって、なんでこいつ返事くれんねやと思ってる方が多分今いっぱいいてくれるんかと思うんやけど、だから本当にごめんなさいってことで思ったのが、この場を借りてまずそういう理由でごめんなさいって、ここにね、こう今知ったんですよ僕、6月28日って出てるの、マリオメーカーが。だからこれをフレンドになれないけど、前の動画でも言ったかもしれないけど、コースを作った人が俺にツイッターくれんかなと思ってまして、この令和は。ただそのコースを僕がやってアップするとかってちょっとやっていきたい、そういう双方向性も持たせていきたいのが令和ですね。まあ、平成ものライブを始めて、ってか平成に全部初めてやったんやけど、ゲーム、YouTube も全部。ゲームはやったことあったわ、昭和でも、多分。YouTube 初めてやったんやけど、ラ
ライブやってたんですね、たまに。で、ゲリラ的なライブで、平成最後のライブっていうのも一昨日やったけど、途中で後で戻ってきますっていう人が戻ってくる前に寝てしまって、この場を借りてごめんなさい。そういうライブもゲリラ的じゃなくて、ツイッターとかでできたらいいかなっていう、まあちょっと分からんけどね、気分屋なんで、そういうのできるかどうかちょっと分かんないけど、そういうのも狙ってきて、まあそれよりはこういうわけのわからん雑談を、ライブでもしできたらして、そこで何人かの人に後ろでファッハッハッと笑ってもらうっていう、やらせの笑い入れてもらいながら、なんかゲームの話とかゲームの質問とかゲームの話題でみんなで盛り上げたらいいなっていうのも、ちょっと令和の狙いでもありますね。他何があるかな。フレンドの話したし、そういう双方向性の話ですね。だからこの動画で令和っぽくしたいってことで、最後おまけなんですけど、ツイッター登録してください。で、おまけなんですけど、ちょっとどこにあるの回す。俺さ、令和の気分にならなかった理由がさ、これ知ってる？これ LINE の画面とか Android の画面やけど、今日って打つと西暦出てくるんですよ。で、こと協力できないっていうのは何かよくわかんないんですけど、それがちゃんと令和になってたんですって。でも横に今年って打ったバージョンあるんですけど、今年って打つと平成なんですよ。だからちょっとそれも相まって、いや、Google のせいにすんなよ。でもこれ感動しました、ちょっと。それも相まって、令和の初日っぽくないかなって思ったって言おうとしたけど、いや、それは嘘です。ごめんなさい。これ、いい機能です。ちなみにパソコンにもありますよ。ちょっと待って。はい、パソコンはね、今日って言ってもさ、まだ平成なんですよ。だからそのせいにしましょうかね。そういう気分、令和の初日の実感がないの。こういう何かの実感が欲しい日もライブとかできたらいいっすよね、令和は。もう雑談が過ぎるな。この辺で終わっときますわ。ありがとうございました。チャンネル登録、そうそうそう、一昨日のゲリラライブ、平成の最後のゲリラライブでも、応援してますって言ってくれる人がまたいましたんで、チャンネル登録1万人目指してくださいとか言いましたんで、拡散してください。すいません。